はい、ワドツ、おはよう。もう超配信論っていうテーマでやろう。超配信論で。はい、ワドツ、おはよう。いやね、最近のね、配信はダメですよ。あ、ちなみに今日は2018年12月の14日金曜日、朝の8時5分です。いや、もう配信論やろ、配信論、久々に。いや、これはね、もう、重大な問題ですよ。現時点はね、配信を楽しめなくなってるんだよ、みんなが。だから取り戻そう、楽しい配信を、楽しい文化をここで作ろうぜ。楽しい文化を。はい、おはよう。そう、支援とは何なのか、応援とは何なのかですよ。コメントを書くとは何なのか。コメントを書くときに気なんか使ったらダメだから、コメントは自由に書いていいんだよ。あ、ちょっとその辺書かないとね。まずルールその1ね、うん、ルールその 1、コメに気を使ったら負け。おはよう。まずその1、そう、コメントに気を使ったら負け、うん、最近はコメントを書くときにブロックにビビったりとか、こうやってありがとう、あーさん、ありがとう、すげえ嬉しい、花火ありがとう、あーさん、いやー、今までただみですまねえ、ロハコさんとの絡みから見てました、うわ、めちゃめちゃ嬉しい、ありがとう、すげえ嬉しいよ、ありがとう、本当に。いや、ただ見でもいいんだよ。でもね、その俺が、まあ、まず一番置いておくけど、今花火もらったからちょうどね、いやいやいや、めったに投げないよっていうのはダメ、うん、投げないんだったらね、投げないっていうコメントを書くってことは周りが投げなくていいんだって思っちゃうからでしょ。俺はこれで飯食ってんだから、いつも言ってんじゃん、1ヶ月に1回500円払ってくれよって、その分俺面白いことやってやるからっつってね。ただ見でいくら見られても生活にならんぞ。で、生活が向上しないってことはよくならんってことだぞ、うん、でしょ。そう、素直に、いや面白かったらまた投げっから、頑張ってねって言えばいいんだよ。面白かったらまた投げっから、面白いことやってくれよ、ワドって、響かせてくれよって、夢見させてくれよって、でしょ。うん、じゃないと俺が面白いことやろうとか、こうね、面白、楽しませようっていう気がなくなるもん。そう、だからバンバン投げてくれ、俺にじゃんじゃん貢いでくれ、うん、俺はそういう生活なんだから、みんなが投げてくれなきゃ俺の生活微塵も良くならんぞ。そう、向上心をどんどん奪って、牙をどんどん奪って、負のスパイラルになるよ、負のスパイラル。俺はリスナーさんに楽しんでもらったし、和道に投げてよかったって思ってるもん。でしょ？俺はそういう風に思ってる。俺はそういう風に思ってる。で、まあまあ、支援の話はまあ一旦置いとくんだけど、コメントに気を使ったら負け。コメントっていうのは、もう自分の意見をみんなにも考えがあるし、みんなにも思ってるところがあるんだから、じゃん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 書けばいいんだよ。俺がブロックする時っていうのは、話聞かないやつとか、全く本題と関係ねえやつ、要は嵐に対してブロックしてるじゃん。でしょ？個人攻撃とかにブロックしてないでしょ俺。よ、今までのことよく見てみて。俺に対する意見とか別にブロックしてないでしょ。そう。だから言いたいことは言っていいんだよ。ただ人格否定とね、マナーを守ってねえっていうのは間違ってるんじゃねえかって思ってんの。はい、みんなはどつ。だろ？コメントは自由に書いていいんだよ。自由に書いていいんだよ。そんなのブロックなんかしないよ。そう。したこと一回もないし。そう。そうなんじゃないの？だからまず1ね、コメントに気を使ったら負け。見てる意味がない。楽しめるわけがない。うん、楽しむために来てるんだから、俺も楽しリスナーとの絡みが楽しみでやってるわけなんだから、楽しもうっていう前提がないと関係が成り立たないよ。成り立たない。でしょ？つまらないものをつまらない思いをしに来たら時間の無駄なんだから。
俺はリスナーさんと共有するためにやってるんだから、そこが理解できなかったらまず無理だよ、うん、でしょ。愛はどつ、そう、コメントには気を使わないで思ったことはバンバン書く、うん、で米消しとかも最悪だから、米消しとかもマジで最低の最悪、意味が分かんないレベル、うん、自分の発言を否定してるんだから、だったら最初から書くなって話だから、だったら最初からコメントなんか書くなっつうの。あとね、じゃあ次2番いっていいですか。2番、コメントに気使ったら負けね。2番いきます。2番、うん、コメントは日記じゃねえだね。2番はコメントは日記じゃないから、うん、まずね、100人が見てるんだよ、200人が見てるんだよ、ね、そこでね、今からご飯作る、今から仕事に行ってくる、私昨日どうなった、あのね、個人的なことはツイッターに書け、バカ野郎、知らねえよリスナー一人一人が今からご飯食べてくるね、今日カレーライス食べたとか、日記じゃねえんだよコメント欄は、うん、今しかもそれをね、本題を喋ってて本題と全く関係ないコメントを書いてたら普通ね、おかしいだろうって気づくんだよ。だから日記は日記でやれ、ツイートでやれ、うん、わかる、ツイートでやれ、議論に参加しろちゃんと、 OK。2番、コメント欄は日記じゃないと。分かった。で、3番、もうこれ最後、楽しめ。そう、楽しめ。もう完全にこれにいいスタイル。もうこれ、楽しめ。楽しまなかったら時間の無駄。楽しまなかったら時間の無駄。うん、以上。もうこの3つ、うん、あと一番大事なこと言うわ、うん、アイテムくださいだね、うん、アイテム、くださいと、もうこれに尽きるね、うん、アイテムください、うん、アイテムくださいって NG ワードなの、アイテムくださいって書いたら NG ワードなんだけど、なんでアイテムくださいって言ったらダメなの、ちょっと待って、アイテムください NG ワードなんだけど、なんでアイテムくださいって書けないの、何のサイトだよここ、アイテムくださいってダメなんだ、びっくりしたんだけど俺な、何がいけないの、アイテムくださいって言ったら、うん、途中から来たお前が悪い、うん、強要ではなくない、アイテムくださいっていうの、強要っていうのはアイテムよこせとかアイテム投げろとかでしょ、くださいってお願いでしょ、強要じゃねえだろ、日本語わかんねえのかよ、どこが強要なんだよ、強要の意味わかる、強要とは、日本語辞書検索しようか、強要値しないよ、強要とは無理に要求すること、強いること、え、いや、アイテムくださいって書いたら NG ワードです、出たよ、強要とは、無理に要求すること、無理やりやらせようとすること、うん、無理維持することね、え、何これ、おかしいだろう、おかしいだろう、アイテムくださいは別に強要ではないだろう、どう考えても、びっくりするんだけど、ルールルールでどんどん舐めになってくな、いやー法律違反にならないでしょ、いやだから自主規制でしょ、ビビってるんでしょ、いやだからアイテムお願いしますは大丈夫だ、変なのくださいって言われて強要になるか、ならねえだろ、
変なの。いや、ならないでしょ、ならないでしょ、変なの。くだらねえ、くだらねえって書いとこ。そうそう、いいね、クモも。それが定期だよ、それが本来の定期だよ。言い方って文字の話をしてんだよ今。文字、文章ベースの話をしてんの。文章ベースに言い方とかないから。すげえな、ちょっと引くな、ちょっと引くな。これはやりすぎ。いや、誰にも影響されてないよ別に。影響はされてないけど、初心に帰れたっつうか、失ってたものが戻ったね。すげえ。なんか何が良かったかっていうと、リスナーとの距離感っていうのが分かってはいたんだけど、どう実践していいのか分かんなくて、ニコ生の時はできてたことがあったの。でもいつの間にか俺がぬるま湯に使っちゃって忘れてた部分とかがあって、それはすげえ勉強になったね。やっぱね、大手とね定期的に会うとね、大手なりのトークっていうか、あ、こうやってやらなきゃいけなかったんだっていうのを思い出したから、なんかね、自分のそのトークスタイルみたいなのを見直すいいきっかけになったね。勉強になった。あ、ここできてなかったなっていうか、根本的な部分なんだけど、すげえその昔できてたことができてないと思って、すげえよかった。やっぱ定期的に人と絡まないとダメだね。自分のトークスタイルこう見つめ直すいいきっかけになったもん。おはよう。いや、今後ね、やっぱこういう風にやっていかないとなっていう。要はね、なんだろう、自分のダメなところが分かったよね。自分のダメだったなっていうところ、気づかされるよね。やっぱ気づかされる。うまくいってる人とうまくいってない人はやっぱり根本的に差があるから、いや、リスナーさんが嫌がるようなアンチコメント控えてくださいっていうのは、それ俺の意見じゃないから、それニンニの意見でしょ。そもそもなんだけど、リスナーがリスナーに気使ってる時点でおかしいんだって、俺はそんなこと言ってないよ。ニンニ、それはニンニとして書かないとダメだよ。でしょ、俺はそんなこと言ってないから。俺はコメントに気使ったらダメだから、コメントバンバン書けしか言ってないもん。で、リスナーさんが嫌がるようなアンチコメントは控えてください、ご理解くださいっていうのは、ニンニの意見でしょ。俺言ってないよそんなこと。それを定期で回したらダメだよ、それ定期で回したってことは、俺の意見として、あ、この人5分前にこういうこと言ったんだ、この人の考え方こうなんだってなっちゃうから、それはニンニのコメントとして書かないと。そう、それはニンニの意見だから。でもね、その自分、誰か不特定多数の人が書いて、私は嫌だ、和道さんブロックしてっていうのはおかしいよ。それは違うでしょうって。だって俺は俺として喋るけれども、俺以外の人が書いたことをなんで俺がその叩かれないといけないんだっていうのはあるよね。はい、おはよう。そうそうそう、だから別に思ったことは書いていいんだけど、他の人が思ったことをコントロールしようっていうのは俺は違うんじゃねえかなって思ってるよ。別に自由に書いて好きにやればいいんじゃんっていう。ただその人その人一人一人が自己責任なんでしょうって。いや、わかるよ気持ちは。違う、あのね、だから結局亀尾さん、そういう時代になっちゃったの。要はさっき言ったリスナーと配信者の関係じゃなくて、例えばね、亀尾さんのコメント読むよ、ワード2。例えば言って何々行ってきますって言って、ワドに行ってらっしゃいって言われたい気持ちが亀尾さんにはあると。でも日記に書けっていうの、俺はね、日記に書けっていうのは強い言い方をしてるんだけど、
あのね、例えば映画館で映画を見て200人が見てるとするじゃん。その中でいきなりパッて立ち上がって、皆さんこんにちは、今日私はカレーライスを食べますって言ったら迷惑でしょって言ってんの。それをやってる自覚がないんだよ。わかる？つまり友達になっちゃってんの、配信者とリスナーが。いや俺これされてる気分だから、皆さん今から洗濯物畳みますよ、畳みますよって。で俺がスルーしたらね、俺がスルーしたら、いやなんで無視するんですか、なんで無視するんですかって。バカだろ、バカだよバカ、どう考えてもアホだよアホ、うん、いやそれされてる感じだよ俺。ここは病院じゃねえぞ、ここ診療室の待合所じゃねえんだよ、うん、俺が一生懸命表現とかトークとか議論について喋ってる時に参加するんだったらわかるよね、こここうだよね、ああだよね、ところでこういう考え方もあるよねってわかるじゃん。お前が洗濯物干してるとか、お前が鮭焼いてるとか、子供をお風呂に入れるとか、どうでもいいから、うん、それをやりたいんだったら配信やれよって思わない、うん、って思わない。自分勝手なんだよ。自分が言われたいのはわかるよ。亀尾さん和道にね、行ってきますって、行ってらっしゃいって言われたいっていうのはわかる。だけれども周りの人の気持ち考えてなくない？うん、周りの人、それってじゃあ俺がみんながそれやっちゃったら、何々行ってらっしゃい、何々ああご飯食べるんだ、こんなの配信じゃねえから、うん、家でやれよ、うん、そんなの家族でやれよ。そう思いません？俺が言ってること正論だろ、うん、ここ挨拶する場所じゃないんだよ、聞きに来てるんだよ、でプロとしてやってるんだよ。そう、それは周りの人に、俺の個人的なこと言ったら言ってあげたいよ、おはよう、こんにちは、いってらっしゃい、ご飯おいしいね、やってあげたいよ。それは配信じゃないから、うん、それは友達とやりなさいよ。間違ってる？亀尾さんどう？みんな間違ってると思う？俺至極正論を言ってると思うよ、至極。要は自分勝手だよ、うん、自分勝手。他の楽しもうとしてる人がどん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 コメント書きづらくなるの、うん、どん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 、うんうん、いやいい、素晴らしい亀尾、素晴らしい、今日いいよ亀尾、いね亀尾いいよ、行くよ行くよ行くよ、俺は気を使うな、書けって言ってんの、書いていいの、書け書け、どんどん書け、正解だよ、うん、正解だよ、正解、うん、正解、書いていいの、書いていいの、うん、そう、俺は表現の自由尊重してんの、書いていいの、ただ書いてもいいけど俺は言うから、バカだなって、うん、それも俺に保障されてる自由だから、俺はバカだと思うから、それがでしょでしょ、だから書いていいんだよ。ただ無視された時に、なんで無視するんですかって、無視されるコメントを書いたんだバカ野郎って言ってんの俺は。わかる、うん、なんで無視するんですか、なんで冷たいバカ野郎、うん、カソナマヌシのところでやれっていうの、そういうのは、うん、カソナマヌシだったら閲覧10しかない、コメントがない、慣れ合うのが好きなんだわ、それで全然成立するんだよ、うん、そもそも俺はここに飯を食いに来てるんだよ、わかる、100人相手にやってるんだよ、うん、金稼ぐためにやってんだよ、プロとしてやってんだよ、うん、わかる、そういうもんなの、はいおはよう、そう。だから自分が求めたリアクションがもらえないからって他人を攻撃するんじゃねえよっていう、そう、自由に書いていいんだよ、ただ自己責任負えよって話よ、うん、自己責任を負っていかない、負っていけないんだよ、人のせい人のせいで、喋り、俺は配信者なんだから喋りたいことを喋ってやってくるんだから、うん、いや書けってこと、書けってこと、書け、どんどん書け、うん、どんどん書け、どんどん書け、ここは日記だから、みんなの、ここはみんなの日記帳だから、わかる、どんどん書け。ただもう
間違いなく言えること、まあじゃあ 俺はって話なんだけど、俺はっていう話なんだけど、俺はね100人相手に喋るのが俺のやりたいことであって、個人間のコミュニケーションをするために俺は枠を開いてるわけじゃないよっていうこと、わかる？言ってること。ここは明確に線引きしておかないとずれてくるんだって。コメント読まれない、ひどいっていうのってここ最近生まれた文化なんだよ。あのねニコ生見てごらん、ニコ生見てごらん、ニコ生見てごらん。コメントなんか拾われないから、うん、覚えておいた方がいいよ。コメントなんか拾わねえよ、わかりる？どんどん書けばいい、日記だよここは、もうジャポニカ学習帳とはね、ドルさんよく言ったもんだよ、いい指摘。配信者とリスナーとの違いは何なのか、すっごくいい指摘。昔は配信者とリスナーの距離感って明確にあったの、役割が違うってお互いやってたので、お互いの中で共同作業やってたんだけど、今ねボタンを押したら誰でも配信者になれるからね、配信3人しか見てないのに私配信者ですって自己紹介してくんの。和道さんって声かけて、でちょろっと話した、あリスナーさんですかって、いや私配信者なんです。で家帰って調べてみたら閲覧さんなの。笑わせんな、リスナーだよ俺からしたら。配信者っていうのは閲覧100人以上を3年キープできて配信者だわ。それで中堅、そっから配信者。いや笑わせんなって話でしょ本当に、それは配信者でも何でもないから。ボタンつけてね、リスナーと慣れ合ってる人だから、リスナーだろそれ、よく俺に配信者ですって言えるなと思う、よく名乗れるなみたいな。それさ、じゃあ一郎にだよ、一郎におっさんが会いに来て、一郎さん、一郎さんって言って、一郎はあファンの方ですかって言うじゃん。そしたらいや僕野球やってるんですよ。はあ？ピカソに会いに行って、ピカソさん、あファンの方ですか、僕画家なんすよ。はあ？でしょ。松本人志、ビートたけしに会いに行って、芸人なんです。はあ？でしょ。それと一緒だよ。何言ってんのって、何言ってんのって話でしょ。めちゃくちゃだよ、よく言えるなみたいな、よく言えるなそれを、よく。いやゴミとかないよ別に、どんなスタイルでも別にやれやいいと思ってるけど、それで俺は損するのはリスナーだと思ってるよ。俺はそのそれはなんつうんだろう、なんだろう、別にいいんじゃないっていう、俺はそう思うよって話、俺はそう思うよっていう話、違う、リスナーはリスナーに徹しろって話じゃない、話じゃない、そこ本質的な話じゃない、全然違う、全然違う。もうさっきから言ってるけど、俺はアイテムが欲しいって話だから、とにかく結論は全て俺はアイテムがめっちゃ欲しいだから、わかる、俺はアイテムがめっちゃ欲しい、ただそれだけだから、何言ってんのか分かんないでしょ。だからシンプルだから、いろんな言い方で俺はアイテムめっちゃ欲しい、欲するっていう話だよ。そう、アイテムは正義、そう、そういうこと、そういうこと、意味なんか分かんなくていいよ、意味なんか分かんなくていいよ、意味なんか分かんなくていい、結論として俺はアイテムが飛んだらハッピー、それだけ、全然ハッピー、もうその他のことはどうでもいいと思ってるから。そう、アイテムが飛んでりゃ何でもいいんだよ。そう、アイテムが飛んでりゃその他のことなんかどうでもいいんだよ、わかる、アイテムさえ飛びさえすればどうでもいい、どうでもいい、全然どうでも、そう、金金金金、全部金、めっちゃ欲しい、そう、そう。じゃあアイテムが正義とかアイテムが悪とかどうでもいいの、俺はアイテムがめっちゃ欲しいって話だから、ただただ貢がれたい、
もう貢いでくれるのであればもう本当にもうラジコンにでも何でもなる、うん、ジャポニカ学習帳でもいい、日記帳でも構わない、もう全力で、俺は全力でご飯おいしいよねとか、洗濯物乾いたかいって全然やる全然やるアイテムが飛べばね、飛ぶんだったら全然やるよ俺、うん、今日お風呂は湯船に浸かったのかいって全然やるよ全然やる全然やる。それ以外もご飯行ってき、ご飯作ってくる、洗濯物が、仕事行ってきます、もうどうでもいいよね。なんで俺それ答えないといけないんだよ、なんで俺それ無料で答えないといけないの、心がすさむだけなんだけど、あのコメント返してほしかったら投げろって、そう、コメント返してほしかったら投げるもん投げろよって、そう、俺はそう言ってるだけなんだ俺は。いやもうこれが仕事とか生活がどうとか、そんなどうでもいいんだよ本当に、どうでもいいの、俺はやりたいことやるために金が必要だっつってるだけなんだから、金が欲しい、金が欲しい、とにかく心の底から金が欲しいんだよ。分かった、オッケー、伝わった、伝わったら俺はもう何も話すことないもうこっからは何も話すことないよ、うん、うん、いや素直だよ、分かった、伝わった、伝わった、うん、そうそうそう、そういうこと、コメントなんてどうでもいいんだよ、コメント欄が荒れようが、アンチがとか囲いがなんてビビたる問題なの、そう、うん、どうでもいい問題なの、アイテムさえ飛んでれば全て、全ていい。あ、俺はだからいつも言ってたのが、俺は当時生活保護だった頃の目標だったのは、配信でご飯を食べていくこと、うん、で今2年半キープできてんの、2年半できるんだよ、わかる？ OK？ で俺はここに今もう夢が叶ったの、それはみんなのおかげ、本当にありがとう、俺は本当に感謝してる、俺の生活、俺がやりたいことできてるのはみんなのおかげ、これは間違いない、俺は本当に感謝してる、ただ足りない、うん足りない、俺の中のモンスターがでかくなってきてるの、生活だけじゃダメだって、俺はハリウッドに生きてんだよ、全然足りない、全然足りない、俺の中のモンスターがでかくなってきてるんだよ、足りない足りない、だから結論から言うと月100万は達成したい、月100万を1回だけ達成したい、そこで100万稼いだ景色をみんなにシェアするから、うん、100万稼いだ男はこうなるからって、うん、こうなるからっていうのを見せたいね、全部正直にシェアしたい、俺は配信で100万を稼ぎてんだよ、うん、俺は、だから俺が頑張るとか頑張らねえとかどうでもいいと思ってるから、俺はただ100万が欲しいだけなんだよ、うん、俺は頑張るとも頑張らないとかくだらないことだと思ってるから、すげえダサいと思ってるから、すげえダサいと思ってるから、どうでもいい、正直どうでもいい、うん、俺はそんなことをリスナーと頑張るとか頑張らねえとか面白いとか面白くねえとかそんなこと話したくないの、アイテムが欲しいっつってんの、うん、意味が分かんないんだったらそのレベルなんだって、もうどうでもいいんだって、うん、どうでもいいんだよそんな、意味が分かんないって、俺も分かんねえよ、でも意味分かんないでしょね、意味分かんないでしょ、俺生活保護だ、段ボールで寝てた頃に配信で金稼ぐって言ったらもっと意味分かんなかったよ、俺芸能人とコラボするぐらいに有名になってやるって言ったんだよ、今100万円稼ぐ方がよっぽど現実的だと思わない？ホームレスでアイテムっていう仕組みが世の中になくて、俺芸能人と肩並べるぐらいにやってやるって言ってたんだよ、でもね、6年経って今蓋開けたらできてるじゃん、でしょでしょでしょ、だから結果見せたじゃん、ホームレスだってできるんだよっていうところでしょ、俺ずっと言ってたよ、過去のタイムシフト見たら全部残ってるぞ、うん、何の根拠もなかったよ、何の意味も分かんないよ、俺だって分かんなかったよ、でも夢は叶うんだよ、うん、いや俺100万稼げると思ってるから、うん、俺は稼げると思ってるから。
俺はいけると思ってるからね、余裕で余裕で。なんでかっつったら引きが強いから、めちゃめちゃ運が強いから、俺はいけると思ってる、全然いける。いつになるかタイミングは分かんないけど、あの俺は行く男だと思うよ。でいろんな仕事取るよ、ラジオ、テレビ、新聞。いや、いると思うよ、ホームレスで優秀な人って全然いると思うよ。だからその能力を使うか使わないかの問題なだけであって、全然いるでしょ、うん、全然いるでしょ。全然いるよ、全然いるよ。だから自由にやりたいんだよ、リスナーさんと自由に。こういうくだらない生き方があっていいじゃんって、こういうバカがいた方がいいんだよ。こういうバカが稼いでほしいわじゃないよ、稼がせるのはみんななんだよ。さっき言ったでしょ、稼いでほしい、他人事なんだよ。違うんだよ、行くぞ行くぞ。じゃあみんなさ、月500円ぐらい使ってるでしょ、月500円ぐらいアイテム投げてるでしょ。行くよ行くよ行くよ。俺の4500人のフォロワーだよ、フォロワー4500人かける1ヶ月にだからね。じゃあいいや、1日100円にしようか。1日100円投げます、1日100円投げます、かける30日間営業日割る運営の取り分が2で割るよ。1日みんなが100円、4500人が100円投げたら670万だよ。わかる？誰かが爆投げじゃないんだよ。みんながたった100円投げてくれたら俺月収675万だよ。わかる？わかる？これがパワーなんだよ。もちろん机上の空論だよ。だけどみんなが人生変えられるんだって。期待はしてない、でも理論上はこれ可能なんだよ。理論上は可能なんだよ。だから気持ちでバイアスがかかってるわけでしょ。あのね、はっきり言うよ、1日100円も遊べないんだよ。だろ、100円も投げられないんだよ。どう？うん、いや100円だよ、100円だよ100円缶ジュース買うでしょ。いや得するのはお前だけじゃんっていうのが間違いなんだって。俺還元してる、配信で全部見せてきてるもん。ありがたみあるって、ありがたみあるでしょ。逆だよ、ね、全部見せてきてんだよ。そうだよ、 0.01 円だよ。でもこの風船1個で変わるんだって。この風船1個が俺の人生を変えるんだよ。たった今ハリウッドに近づいたんだよ。 このハート5個でレッドカーペットに近づいたんだよ俺が。みんな見たくない、レッドカーペット、レッドカーペット側の、うん、レッドカーペット側の、レッドカーペット側の、うん、風景。いや見たいでしょ、見たいでしょ。いや募金じゃない、支援だよ。これが本当の支援だよ。俺を買うか買わないかだよ。だからさっきも言ったでしょ、面白いことやったら投げてやるっていうのは客の発想で支援者の発想じゃないんだよ。俺は客として扱うつもりないから、お前らのこと、お前らを客として扱うって一番下品なことだから。だろ、俺はスポンサーとして扱いたいんだよ。皆さんのおかげでここまで来れましたって、みんなが和道ちょっと力貸してくれって、会社の経営でお前有名になったから講演会やってくれって、ノーギャラでやらせてくださいって、でしょ、僕リスナーさんから100円もらって600万円もらってるんでって、そういう風に行きたいの。金はいらないです、
金は配信で600万円もらってますから、みんなが100円投げてくれますから、ただみんなからのこう依頼があってカメラ撮ってくれ、全部タダでやってる。そうパトロン、そうそういうこと、そういうこと。うん、週刊マージン高いんだったら天城風コンビニで買って削って LINE で俺に送ればいいんだ。だからそれを決めればいいんだよ、アイテム投げるやつ。こいつだったら俺が見たい景色を見せてくれるな、こいつだったら面白い景色見せてくれるな、そいつに金を投げるべきだよ。うん、どんなに嫌いでもこいつに金投げたら面白そうだなっていうやつに投資すべきだと思わない？どう？どう？いやボンね、それ間違ってるから。ボン、お前は1日100円以上使ってるんだぞ。お前がそんな考え方を周りに言ってるからおかしいんだよ。違う、ボン、お前は俺に100円投げてんだから立派なスポンサーなんだよ。それをお前が言ってるからおかしいの。お前はやってるんだから、うん、お前がやってるんだから、うん、俺じゃなくてもいいんじゃないの、うん、だから別にいいんじゃないの。だからみんなが投げなかった新茶マン、ありがとうありがとうありがとう、うん、行きましょう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 、わかる、うん、わかる、そう、うん、いいんだよ別に自由に使って。あ、もちろん俺はそこはもちろんもちろんリスナーさんがあると思ってる。俺が言えることは俺を買ってくれってことだよ、俺のスポンサーになってくれって。そうだよそうだよ、ボンは堂々と言えるんだよ。俺がビッグになっていった中で、私が支援した、私が育てたんだって、私が育てたんだって言っていいんだよ。俺が食わせたんだって100円で言えんだから。こんなね、毎日毎日小月みてえなことしたくねえもん俺。ダッセ小月みてえさ、ダサいでしょ。俺を小月にさせんのかスーパースターに変えるのかリスナー次第なんだよ。俺の人生のね、切り札はリスナーさんなんだよ。札を持ってるのはリスナーさんだから。うん。うん、いや、ダサいでしょ。いや、100円でも言えるでしょ。俺だってみーすけが、もしだよ、仮に、なんかで頼まれたら、俺は動くよ。俺は動くよ。うん。俺はたむたむにね、俺がどんだけリスナーと会うのが嫌いか知ってるだろう。俺がどんだけめんどくさがりか知ってるだろう。タムタムは捨て頃に来てくれたんだよ。ずっとアイテム投げてくれてたんだよ。タムタムが俺に言ったんだよ、ツイッターで。ワドを助けてくれって。めんどくさがりの俺がだよ。行くんだよ。うん、ここぞっていう時は動くぞ、俺。うん、お前らのために。うん。何でもいいよ。アーティストだろうが、小月だろうが。何でもいいよ。俺はこうやって生きてくから。俺のライフスタイルだから。うん、俺のライフスタイル。いいよ、何でもいいよ、小月系アーティストでも。でもアートをやらせるっていうことはね、芸術をやらせるっていうことは谷町が必要だからね、うん、絶対に必要なんだよ、間違いなく。谷町がいなかったらアートなんかできねえんだから。だってアートって貴族がね、自分の部屋の中きれいにしたいから、自分の城の中きらびやかにしたいからね、農民から搾取したお金働かせてね、搾取したお金をばらまいてんだから、だろ。これはもう歴史上ずっとそうなんだよ、うん、そうだろ、うん、そうだよ、パトロンだよ、パトロン、その通り、パトロンだよ。俺はいいんじゃないの。おじゃあ俺が裏切ったって 何のことを指すのか言ってくれよ、具体的に何のことを指すんだよ。じゃあ今日蓋開けてみろよ。みんな映画頑張ってね、映画俺も出させてよって。放送ではディスってるけど、みんなやってくれよって配信者みんな言ってたろ。だから目利き、映画撮った方が面白いんだから。俺が映画撮った方が面白いと思わね。映画つまらないかもしれない、俺が作る映画つまらないかもしれない、だけど俺が配信者の映画がもし単館上映でね、渋谷のね、映画館で流れてみんなと交流を図れたら面白いだろう、面白いだろう、うん、あのね、だったら早撮れよってね、何をやるにも金がかかるんだよ。子供じゃねえんだよバカ野郎、うん、
子供じゃねえんだよ。だろ？俺着々と進めてるぜ。着々と進めてるぜ。はっきり言うよ、映画館で金払って私客ですっていうやつにサインなんか書かねえぞ。そいつに助けてって言われても俺動かねえかんな。そんなただの客なんだから。俺縁何にもねえぞ。俺の映画見て金払って見たんだろって、ウィンウィンじゃんって。お前になんでお願い事聞かないといけないんだよってなるだろ、うん、俺はリスナーさんにはそうじゃなくてスポンサーになってもらいたいんだよ。わかる？言ってる意味わかる？いや、あの映画見るときに金払うよ、当たり前だよバカだろ、うん、そうじゃないんだよ。俺の夢を後押ししてくれっつってんだよ。あ、もちろん大きなスポンサーがいないと本来はダメ。でもこれ、俺はここに夢があると思ってる。これが現代だと思ってる、うん、みんなが100円で人生変わる、うん、100円で人生が変わる、これが俺のライフスタイルなんだよ。切り札なんだよ。切り札。俺はアーティストだから商業やらないから。俺はアーティストだから商業ベースで考えてないから、うん、取る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 。いやだから商業やんないんだよ。やらないやらない。俺アーティストだから。そんなの広告代理店にやらせろよ、うん、いっぱいいるよ世の中に、うん、やらせろやらせろ勝手に。ほっとけばいいんだそんな。そういう商業ベースでかっこ悪いことは俺はやりたくねえから、うん、アートに専念させてくれ。アートに。俺はアートに専念するアーティストだから。今日言われたよ。だからそう、和道さんアーティスト風ですねって、うん、そうだよ。アートは作りたいもん作ってりゃいいんだよ。ありがとうレイカちゃん。そう、この一つで変わる。レイカちゃんありがとう。レイカちゃんありがとう。いや俺本当に嬉しいよレイカちゃん。俺の話を理解したってことでしょ。ありがとうしんちゃんママありがとう。ありがとう。いやこの二人は俺の話を受け取ってくれたんだよ。俺が本気で喋ったことを本気で受け取ってくれたんだよ。変わるんだよ。じゃあみんな100円今投げてくれよ。163人が100円投げてくれよ。1枚トランプ買ってくれよ。俺順位上がるぞ。ここにいる160人がアイテム買ってくれたら俺の人生変わるんだよ。いや笑い事じゃない。本当だよ、うん、本当だよ。1回ぐらい買ってくれてもいいんじゃない。1回ぐらい乗ってくれてもいいんじゃない、うん、いつまでも俺は花火師に甘えてるわけにはいかないんだよ。特定のね、1人2人しかいない花火師に甘えてるわけにいかないんだよ。俺はみんなから欲しい。みんなから愛されたい、うん、それが俺の本音だよ、うん、みんなから欲しいんだよ。みんなから、みんなの、おい俺昼飯カップラーメン1個抜いたかんな。ワード響くぜ。俺貧乏だから無理だわ。誰でも言えるわそんなこと。俺貧乏だから無理。俺貧乏だから、俺にも生活あるから。かっこ悪い。おい俺の缶ジュース1本分楽しませてくれよって。俺貧乏だからな、ワード託すかんなって。映画撮れよ。響くだろ。めちゃめちゃかっこいいだろ。めちゃめちゃかっこよくねえか。俺昼間の缶コーヒー1本抜いたかんなって。ワード頼んだぞ。わかる？プレッシャーでしょ。いいもん作んなきゃって。そんなさ、俺貧乏だから関係ないから他から金もらってくれよ。でも映画応援してるから。全然かっこ悪いでしょ。響かないでしょ。バカかこいつでしょ。お前のために映画なんか撮らねえよ。金払ってみてろ。ずっと搾取されてろよ。そんな考え方だからダセー生き方なんだよ。ありがとうドドールさん、うん、俺あとね、ありがとうありがとう。結局ね、特定の花火師に依存するっていうことはその人の犬になるってことだから。スーペアありがとう。ミースケありがとう。サンキューね。結局ほらどんどん変わってきたじゃん、うん、取らせたくないんでしょ。取らせたくないんでしょ。俺はそんなやつを手組む気ないよ。知らねえって言うから、うん、俺を支えてくれてたのはっていうのはこの人たちだっていうのは明確に言うよ。映画撮り終わったら関係ねえやって言ってるやつは関係ないから。関係ねえわ。関係ない。
俺もバイトしてるけど、うん、俺もバイトしてるけど、なんすか、バイトしてたら偉いとか振りかざして好感度上げようとしてるのなんかガキかよ。わかる、うん、バイトしてんのなんか別に人に言う話すことでもなんでもねえだろ、うん、好感度上げたいんじゃないの。ありがとう三日月ちゃんから花火ありがとう、ありがとうね、オンに切るよ、オンに切るよ、ありがとう、うん、パチンコ行こうかな、今日のパチ代稼げそうだな、パチンコ代になってきたな、パチンコ行こう、この金でみんなパチンコ行こう、今日はそうしよう、増える可能性あるからね、映画の資金が1500円握りしめて、うん、うん、ありがとうドトルさん、うん、いや増える可能性があるから、増える可能性が、うん、なあ、うん、それが男の生き方だろう。うん、ありがとう、そうそう、ゴミだから、うん、ゴミだから、うん、俺を信じるな、うん、俺を信じるな、俺はゴミだよ、ただもう一つ言わせてくれ、俺を信じるな、俺を疑うな、うん、みんな覚えといて、みんな覚えといて、みんな覚えといてよ、信じるっていう関係って脆い関係だから、疑うって関係って脆い関係だから、俺をただ見ろ、俺を信じるな、と同時に疑うな、自分の感覚を信じろ、うん、そう、自分の感覚を信じれるやつは強いから、自分を信じろ、うんうん、なるべく行かないようにするわ、なんでわかんないの、なんでわかんないの、俺のこと信じますって言ったやつみんな信じてねえじゃん、みんな離れたじゃん、だろ、そうじゃねえの、うん、だろ、俺を信じる、俺を応援するって言ったやつみんな離れたよ、今花火投げてくれてる人、今アイテム投げてくれる人、俺のこと信じてねえもん、うん、そう、期待はしていいよ、期待はしていいよ、だから信じてないよ、ずっと背中を押してくれてるだけだよこの人たち、うん、ワクワクさせるよ、うん、ありがとう、そう、自分の感性その通り、すっげえいいこと言ってる、すっげえいいこと言ってる、もう超同意見、感性感覚を信じな、頭使ってもダメだよ、バイアスがかかるから、フィルターがかかるから、自分の感覚、要はね、アメーバだった頃 DNA に刻まれた、ね、何億年もかかってるこの体を信じるの、直感は当たるよ、感覚でいきな、感覚は、そう、頭でっかちはダメ、そう、感覚を信じる、自分の感覚を信じる、だから言うじゃん、フォースを信じろって、そう、みんなジェダイの騎士になれるからね、みんなの中に眠ってる力だから、そう、そう、で自分の感覚を研ぎ澄ましてるやつは強い、群れる必要がないから、そう、周りに合わせる必要なんかなくなるんだよ、頭下げる必要もない、堂々と笑顔でいればいい、直感、直感、直感、そう、うん、いやジェダイの騎士大事でしょ、フォースと共にあれって言ってんの、え、そう思わない、俺本当にそう思うよ、うん、なんで群れる、群れる動物全部見てみろよ、捕食者側じゃん、狩られる側じゃん、捕食者側じゃないや、搾取されてるやつほど群れるだろな、思考停止だろ、ダメなんだ、感覚を研ぎ澄ませ、狼になるんだよ、わかる、まあ狼も本当は群れてるんだけど、狼ほど狩り群れてるけどね、強い動物は群れないから、なんでかって、自分の感覚、自分の感覚、そう、い、嫌いなやつに頭下げる必要なんてない、そう、強くあるんだ、強いやつは孤独だよ、強いやつは孤独、
まあ、だから大体負けるよね、大体負けるよね、ハート花火ありがとう。ボン行きだね。ここで花火か。ありがとう。いやでもね、なんだろう、すげえ大事なことだと思ってて、すげえ大事なことだと思ってて、本当にそう、自分の感覚で生きるってすごく大事なんだよ。だけどね、あの本音で話すことによって、あの本音と本音がぶつかるとね、気づきが多いんだよ。ま、あのね、俺が正しいって言ってないの。みんなの中にしか正解がない。俺の中にしか正解がないんだよ。で、ぶつかっていくことによって角が取れてくんだよ。磨かれていくの。これブラッシュアップって言うんだけど、じゃないと旗から見てるだけとか自分の気持ちを押し殺していくとだんだん飲まれていくんだよ。だから俺はね、あのはっきり言うぞ、ふわっちのリスナー最近なんか羊に見えるんだよ。自分の好きな配信で何々さんはすごい、何々さんについてきます、何々さんって言って、でもあいつら簡単に裏切るから、なんか事件があったりしたりでしょ。そうじゃない、ちょっと炎上すると手のひら返すでしょ。俺あんな滑稽だなって思う。うちのリスナーはすごいぞ。うちのリスナー何がすごいって、何があっても好感度上がらないから、俺の何があってもアンチはアンチで言い続けるし、何があっても囲いは囲いで言い続けるからでしょ。スタンスがブレない。なんでかって言ったら本音で話してるから。お前のこと大嫌い、お前のこと大好きって、そう、別にそれは各々の感覚なんだから各々でいいと思うよ。羊だろあんなの。自分で考えることやめて、この人の考え方ってバカだろ。俺はそう見えるよ。俺だから群れたくないんだよ。何々グループとか嫌なんだよ。そう、自分で歩いていくんだよ。だから俺が言ってんのは、依存をするなって言ってんの。共存しようって。俺は依存関係は嫌だから、共存しようって、一緒に歩いてこうって。共存と依存は全然違うから。愛はどつでしょ。共に自立して共に歩いていかないといけないんだよ。共に。一緒に歩いていくんだ。だから俺リスナーで、マジで俺リスナーなんだけど、店やってて、あの和道の放送ずっと応援してて、写真撮ってくれよって言ったら全然動くよ、全然動くよ。私は女優目指してて、女優の卵なんだけど、アーシャ撮ってよって、あの宣材写真撮ってよって言われたら全然撮るよ、全然撮るよ。できることがあるな、売名させてよとかさ、できるんならやればいいじゃんって、俺をどんどん使ってくれっていう。その代わり俺を食わせてくれって。俺を食わせるってどういうことかって言ったら、1日100円投げろだよ。100円投げてないのに言いたいことは言うわって、すげえダセーよ、ダセー。お前さ、部長山田いい加減にしろよ。お前クレーム来たんだけど、お前さ結構好き勝手言ってるらしいな。なんかなんとかっていう配信者が風俗嬢だなんて言ってねえからな。お前いい加減にしろよ。なんかちょっとポットで出よう、どかそのくせに金稼いで生きがってるらしいけどよ、はっきり言ってお前のトークなんか全然配信者にもなってねえかんな、あんま調子乗んなよ。そう言うた、俺の名前出すな。お前も配信者なら自分の名前で稼げ。ダメだよそんなの。お前なんか配信者にもなってねえんだから。いやちょっと100万稼いだぐらいでこういうガキに生意気な態度取られるんだよ。閲覧も10人も行ってねえような。で女騙して100、こいつなんか女騙してんだから、うちのリスナーからクレーム来てるぞ。お前が何やってんのなんか全部把握できてんだからな。今まで喋ってなかったけど、お前さマスクつけてさ、俺マスク取るとかっこええやろっつってオフパコやってんだからな。こいつラブホに行って、お前ふざけんなよ。あんま調子乗ってったら全部ペラるかんな。お前なめんなよ。色恋で金引っ張って100万そんなん続くわけねえかんな、お前の生き方。俺イケメンやろっつってホテル行ってやってんだからこいつ。おはよう。
そう、そうそうそう、その通り。ギブアンドテイク、ギブアンドテイクじゃないよ、ギブギブギブ。いや、クズだよこいつ。だからこんなのばっかりなんだって。俺ずっと知ってたけど黙ってたんだよ。こいつリスナーに会いに行ってね、地方からわざわざ。そう、めっちゃいじってくれますやんじゃねえよ。俺はね、俺のところに来てくれる女の子を風俗嬢なんて言ってないのに、お前は嘘をついたんだからな。俺は事実だからな、裏取ってるからな。お前やってるだろそういうこと。それで女騙した金引っ張ってるようなやつに一流の配信者ぶられたくねえんだわ。俺そんな色恋なんかやらなくても何年やってると思ってんだよ。6年やってんだぞ。あんま調子乗んなよ本当に。お前が色恋してオフパコやってマスク取ってね、俺イケメンやろって笑わせんなよ10人ぐらいのドカソで。バカだろこいつ。いやこいつそんなんやってんだから、こんなん長く続くわけねえんだから。だから相手にされねえんだよ。マジで反省しろよお前。謝罪枠開けバカが。あんまやってると潰すぞお前本当に。こんなのばっかなんだよ、あの100万200万稼いでるドカソ連中は。俺はブロックしないよ。俺はだって後ろめたいことないもん。俺は後ろめたいことないもん。本当に。あのね、配信会ってものすごく狭い世界だから、そんな甘くないからね。お前が俺のこといじれる立場じゃねえから。3年間やって3桁の閲覧キープできてから生きがれ。そしたら認めてやるよ。ちょっと閲覧が上がった、ちょっと金稼いだぐらいで生きがんなよ。お前がやってんのホスト、ホストだから、ネットホストだと思ってるから。俺は色恋しなくても食えていけるんだよ。ただ自分の喋りたいこと喋るだけで応援してくれる人がいるんだよ。お前とは根本的に職業が違うんだよ。お前が何目指してるか構わんけど、いや金でしょって言うんだったらやれよ。だったら同業をいじれ、うん、同業でやれ。俺はお前と同職だと思ってねえから。ましてや嘘をつくっていうのは俺は大嫌いだよ、うん、ここではいい面しといて呪縛では嘘つくのか。じゃあこいつノンラブにやってんだよそういうこと。バカだからもう全部ペラるぞお前。あんま調子こいてるとここに来て人のリスナーに手つけてんだからバカが、うん、ネットホストばっかりじゃん。配信者でもなんでもねえよ、うん、捨てられたんだよバカが、うん、捨てたんじゃなくて捨てられたんだよお前は。どうしようもねえ。色恋しねえとお前食えねえのかよ。だっせ男の生き方じゃねえよそんなもん。いやそんなことやってたらね、そんな何人もいるんだよ。何人にもやってんだから。めくれたら全部終わりだよこんなの、うん、終わりだよそんなの。すぐ干されるよそれ。ダメになった配信者が腐るほど見てきたよ。女から金引っ張ってりゃいいじゃん、喋れねえんだったら。何がめくれてんの。何もめくれてねえわ。後ろめたい全部晒してきたんだよ。俺のチンコまで知ってるわ俺のリスナーは。俺のチンコまで知ってるんだから。お前チンコ晒せねえだろ配信で。そんな度胸もねえだろ。裏でこそこそやってろ営業活動。営業なんか一回もやったことねえわなあ。俺に営業かけられたことあるリスナーいる？これ160人いるからな今。俺に花火投げてくれって営業かけられたリスナー一人でもいるか。俺営業なんかかけたこと一回もねえぞ6年やってて。
アイテムくれって放送では言うよ。裏で言われたことある人いるか、この中に。いねえだろ、一人もいないよ。証拠も出てこないよ、絶対ない。いや、ないもん。だって俺連絡取らないもん、花火。俺は放送で言うから、花火投げてくれって堂々と言うから。何が悪いんだよ、裏でコソコソやってる方がおかしいだろ、うん、女だまくらかしてよ、バカくせえ本当に。いいよ別に嫌いになっても、うん、全然。あ、嫌いちゃいますよね、いいよ別に、そう、俺はそういう姑息な手は使わないから。俺がだってニンニとかミースケとかに色声かけたら半端じゃねえぞなあ。ライトニングとかよ、全員メロメロだぞ。しんちゃんママとかあちゃんとか、おい、とんでもねえことになるぞお前。アイラ超えるよ、ここにいるババアどもに色声かけたらとんでもねえことになるんだぞ。おい、おい山田聞いてんのか、おい山田、おい、俺がここにいるババアども80人ぐらいいる、半分いるババアどもに色声かけたら、お前年収2000万ぐらい、月収2000万ぐらいいくぞ。おい、俺の切り札なめんなよお前。いや、クモモンとかに色声半端じゃんかけるよ。いや、アイラ超えるよ本当に、いや半端じゃないぞお前。ババアども、ババアども財力なめんなよ。ババアどもを俺もうウグイス谷デッドボールと提携するから、ウグイス谷デッドボールにババアども斡旋するからな、わかる？そう、ウグイス谷デッドボールは全部スカウト、専属スカウトだよ、専属スカウト、そう、ババアしかいないんだから本当に、風俗に落とせる女が一人もいないんだよ。かっこいいだろ、お前みたいな、な、若い女をちょろまかしてるんだったら風俗に落とせるいい女いっぱいいるかもしんないけど、うちはウグイス谷にデッドボールギリギリゾーンだから、もうほんと40過ぎのなんかもうほんとに体重90キロとかのババアしかいないんだから、すごいぞ。精神障害者手帳全員持ってっかんな、ほんとに、うちのババアとかすごいぞほんとに。電話で話すとびっくりするんだよ、ドゥフフっていうかね、わざちゃん、わざちゃん、あ、いつも放送見てます、わざちゃん超かわいいです、あ、あ、わざちゃんから電話かかってくるなんて本当に嬉しい、夢みたいだわ、あ、あ、いつも応援する、今度花火投げるから怒らないでねって、こんな感じだぞうちのババア本当に。とんでもねえかんな、解放みてえなのがいっぱいいるんだから、ババアを沈めるか、そろ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 ババアども沈めるか、そんな話し方だよ全員、だから解放みたいな、だから解放見たら分かるだろ、解放みたいなのばっかりだ。この前よ、解放に写真撮ってくれっつって写真撮ったんだよ、びっくりしたよ。カメラをこうやって覗いてアップになるんだよ、カメラのファインダー、うわーってなったもん、びっくりした俺もうカメラマンやめようと思ったもん本当に。お前きついぞ、やってみろマジでな。30万するカメラだよ、リスナーさんから買ってもらったカメラで、まあ解放もね花火投げてくれたからいいよって、撮ってあげるよって笑ってっつって、で肉眼でどうやってもどうやっても綺麗にならないんだよね。お前きついぞ、一眼レフでこうやってやって、あーってびっくりしたよ、もうびっくり、しみしわそばかすもブワーうわーって、でニコって笑った、歯黄ばんねんのあいつ、ヤニヤニ歯磨けっつって、言わせんなよ、俺女の人に歯磨けなんて言ったことねえよマジで、きっついもう黄ばんじゃってヤニで、とんでもねえよ、もう加工するの大変だったんだから、あーってカメラ落としそうになったよ俺本当に、大変だったんだから、手プルプル震えて、ブレるブレる、覗けないからこうやってカシャカシャブレブレ、いやもうひどかったよ、ひどかったよ。だから解放のツイッターのサムネ見てごらん、俺が撮った写真だから、シミとシワとそばかすがひどすぎて白く飛ばしたんだから、いや見てみりゃいいじゃん解放のツイッター、
解放のツイッター見てみろよ。シミとシワとそばかすが半端じゃねえから白く白く飛ばしたんだよお前、うん、やばいよフルサイズは。おう、びっくりしたよ本当に、うん、やばいよ本当。いや写真見てきな、解放のツイッターとんでもねえことになってるから、サムネ変えたから、うん、どんだけ白く飛ばしたか、大変だったよもう、うん、KP ありがとう、アイテムありがとう、うん、とんでもない本当。ブスだよな解放、うん、いや解放本当ブス、びっくりしたもん本当に。おー、あー悪かった悪かった、なかなかのブスだからな、うん、ブスだ、うん、ありがとうございます。いやブスだなって、俺あんま言いたくないけど心の底もう漏れちゃったもん。俺言わないの女の人に失礼なこと、心の声漏れちゃうぐらいだよもう、お前ブスだなっつって、あ、うん、でブスだなっていじったら笑うんだよ、もう余計ブスなの、マジかよとか思って、ブスだなっつったらブスってやめてよ和藤さんっつって歯が黄ばんでるの、笑うなやと思って、うん、危ないよ本当に。あれ本当いつか訴えられるぞあのブスは本当に。まあ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 、うん、いや生で見りゃいいじゃん一回、オフ会行ってみろよ、びっくりするぞ本当に。俺だってびっくり、俺だって見慣れてる方なんだよ、もうあれだよ2年間の付き合いあって改めてブスだなだよ、改めてだよ、うん、いや海保はもう信者でしょ、あれ弟子とかじゃないでしょ、うん、まあ、頑張ってるけどね最近閲覧伸びててね、いやいいことだよいいことだよ、うん、いやもうねもうどうしようもないよね本当に。だから言ってんのあのね、うちのリスナーはギリギリ健常者の女の子だって、ギリ健女子だよ、もう言い方ねみんな覚えといて、うちのリスナーの呼び方ね、いくよ、うん、ギリギリ健常者の女子って書いてね、ギリ健女子だからギリ、健常者ギリ健女子ね、うちのリスナーはギリギリ健常者の女子ですよっつって、ギリギリね、うん、ギリ健女子でも本当のことを言うとですよ、違う違う本当のことを言うと、ギリ健女子って柔らかく言ってんだけど本当のことを言うとこうなんだよ、うん、いくよちょっと待ってね、バリショーババアだから本当は、ギリ健女子じゃないの本当は、本当のことを言うとバリバリ障害者のババアだじゃん、うん、そうそう、でもバリショーババアって言うとやっぱりアンチが増えちゃうからギリ健女子っていう言い方にしてんの、そう、ここにいる全員バリショーババアだから気をつけろよ、本物だからな本当に、和道リスナーはマジでやばいからな、バリショーババアだからギリ健女子ね、うん、もうどうしようもない本当に、うん、だからもうね最近のねポットドネのね、なんかポットドネにポットドネにね舐められるのはほんとムカつく、うん、だそうでしょ、俺のリスナーの女の子と可愛いのなんかいないんだから、ちょっと可愛いなと思っても障害者手帳2級とかなんだから、本当にちょっと顔可愛いなっていうね、あ美形だなって思ったら、あ私障害者手帳2級なんですつって、2週間に1回死にたくなるんですって、病がひどいよ
病が、心の病が深いんだよ。心の闇が深すぎるんだよ。うん、だってお前オフ会なんかやったら大体駅の待ち合わせの時にプルプル震えてるんだから。うん、いやいや本当だよ、本当だよ。オフ会の時に駅で待ち合わせしたら全員震えてるんだよ。うん、はい花火ありがとう。いいね。そうだよ、若い女だまくらかして風俗に沈めて俺に花火投げろお前が、うん、そういうサイクルを守っていかないと。お前が、お前がそんなに顔がいいんだったらお前が若い女だましてね、お前が俺に金払ったら全然やっていいよ。そうだよ、そういうお金を回していくサイクルね。お金を回していくサイクル知らねえ、なんでなんだろうね。いや俺ね、でもねこれマジの話だよ。こっからはネタじゃなくてマジの話だけど、あのね、のりこだって言ってた。すっごい頭のいい人が、あのね、あの和道さんが引き寄せてるんじゃないって、のりこですよって。要はね、のんちゃんが隣にいるのを見ていて、のりこに対する接し方が優しいから、そのりこに共感、のりこと同じ境遇の人が、私は和道さんの隣にいていいんだっていう、そのなんつうの、事例を作ってるっていう。だからのりこが移れば移るほど、私も和道さんの隣にいていい女なんだっていうので呼び寄せていくって、これすごい分析だよね。俺自身の問題じゃなくて、のりこがそれを自然と作ってるっていう、だから集まってくる、うん、だからのりこに嫉妬すんの。そういうその精神疾患を抱えたメンヘラのおばちゃん、のりこと同じ境遇の人たちが、私がのりこ邪魔じゃ作戦じゃないの。だから俺はそれを言われてハッて気づかされたの。それだって。その分析は間違ってない。それはもっと深層心理で起こってるんだよ。その書いてるババアたちも分かってないの。のりこと自分をかぶせて見てるの。深層心理で。だから集まってくるって。俺これ正しいと思うよ。うん、俺はこれ正しいと思う。作戦ではないよ。だって金にならないもん。メンヘラババア金投げないもん。全然作戦だったら失敗だよこれ、うん、うん、そう。だから俺がのりこのこと好きだから、私もチャンスがあるんだっていうことでしょ多分。深層心理だと、のりこさんがいなくなったら私もワンチャンあるんだっていう深層心理ですよってその人は言ってた。心理的な分析をしてた。うん、うん、だからのりこは叩かれやすいんだよ。だからのりこは叩かれちゃう。まあしょうがないよな。だから多分俺がイケイケの可愛い女子がいた瞬間にそういうリスナーが集まってくるの。多分そういうもんじゃないの。だって俺が例えばなんだけど、分かりやすい例で言ったら、俺が同性愛者でここにおっさんがいたら、おっさん集まってきそうな気がしない？ゲイの。だからロハコさんがとバリバリコラボやってた頃はゲイのリスナー多かったでしょ。でしょ？だからそういうもんなんだよ。これは別にあの、のりこがどうって問題じゃなくて、そのなんだろう、そこに移ることによってそういう人が集まるっていうのはあると思うよ。実際ロハコさんと絡んでるとゲイ多かったもん。正直言ってモテる、うん、正直言ったらモテますよ。モテなかったらこの商売できない、はっきり言って、うん、嫌味に聞こえるかもしれないけど、モテないはずがないじゃん、うん、そう思わない？俺がモテないと思う？あのね、結局ね、何かっていうと、モテる商売の、人気商売ってモテないとダメなの。芸人さんテレビ出て売れてる人全員モテるから。でも冷静に顔見てごらん、ブサイクでしょ、うん、モテますよ。モテるに決まってるじゃん。モテないわけがある。モテなかったらこの商売できないよ。
モテモテですよ。うん、モテるよ。若くて、いやモテるよ。モテるから。いや、ロム線だから。若くて可愛い子ほどロム線なの。モテモテ。本当はいるんだ。いや、モテてるから。ロム線なだけです。モテてます。なんだよ。何が言いてんだよ。モテてねえって言いたいのかよ。ふざけんじゃねえよマジで。ババアばっかりやほんと。コブ付きのババアしかいないからほんと。しょうがねえよな。なんだろうね。なんでモテるんだろうね。なんでババアにモテるんだろう。ほんとに不思議。びっくりするよほんとに。いやいやマジで、なんか氷川きよしとか、氷川きよしとかその辺の路線攻める。もう本当に。いやでもね、あの日本の女性の半分、これ2020年問題なんだけど、とんでもないことが起こるんだよ。いくよいくよいくよ。2020年からは日本にいる女性の半分は50歳以上になるんだよ。これ知ってた？この世の終わりだよ。ほんと漫画みたいな現象が起こるんだよ。2020年の日本は、2020年の日本の半分の女は50歳以上のババアだよ。これ現実だからね。だからババアにモテるっていうことはいいことなんだよ。これ日本の現状だからね。だからのりこも計算したら2年後50過ぎるんだよ。いやババア大国だからね。ババア大国、世の中、日本にいる女の半分が50歳以上だよ。いやもうとんでもない。世紀末でしょ、ほんと。北斗の拳みたいになると思うよ。いやマジで。だからババアに受けてるってことは食えるってことだから。だから俺はババアを連れて引き連れていくよ。うん。うん。いや、ありだよ、ありだよ。ババアに愛されるってことは大丈夫だよ。うん。いや上がった女だよ。うん。いやこれデータ出てるから見てごらん。2020年50代女性で検索したら出てくるよ。うん。あ、新大久保えぐいよね。ちょっとね。うん。あ、いってらっしゃいババア。はい、ババア行ってらっしゃい。うん。ババア金持ってるよ。うん。いや、アイラはターゲットにしてるの風俗嬢、キャバ嬢。あのね、もう完全にそのノリ。要はね、爆音でビジュアル系の音楽かけて、イケメンでライトで飛ばして、で酒を飲ませるでしょ。 KPKP って自分が飲んで、あれは本当にホストクラブなの。だから要はホストにお金使うぐらいだったらのノリでアイラに金使うの。だからもともと金使う層をターゲットにしてんの。うん。アイラはだからババアがどうとかじゃないの。ホスト遊びに慣れてる女をターゲットにしてるんだよ。だから強いの、あそこは。金投げるのに何の抵抗もないから。なんでかって言ったら、ホストでシャンパン入れるの300万かかるとか、そういう認識だから。だったらアイテムで100万投げよう、割安っていう考え方。だからあれマーケティング的にやってんだよ、アイラは。うん。そう。だからホストで金使うぐらいだったら、アイラに金投げた方がいいっていう判断だから、あれはすっごくマーケティングとしてアイラ頭いい。うん。そんなの見たらわかるじゃん。見たらわかるでしょ。だから飲ませるんだよ。だから KPKP ってやるでしょ、爆音で。要はシャンパンタイムなの、音楽っていうのは。あれもう女の子は爆音で音楽流れたらシャンパンタイムだっていうのが刷り込まれてるから。うん。主婦じゃない、主婦じゃないよ。アイラは主婦じゃない。
明らかに対応の仕方が風俗の子とかキャバ嬢の子に対する喋り方の、うん、そう、うちは主婦層だよ、どちらかっていうと。だから金持ってない、うん、そうそうそう、だからウィンウィンの関係なんだよ、隙間産業なんだよ。だからアイラはプロなの、色恋とかしなくていいの、そういう演出だから、うん、いやアイラは頭いいよ、アイラはマーケティングと役割としてやってるから。ありがとうバーガー、ありがとう、うん、アイラ甘く見たらダメだよ、あいつは生き残るよ。アイワドツありがとう、うん、でもね俺はなんで女を色恋しないか言ってやろうか。女を泣かせて金取りたくないから。女を泣かせて金取るよりも女を笑わせて金取りたいの。ないない、うん、ないですないです。一回も女を泣かせて金を引っ張るんじゃなくて、女を笑わせて俺は金を引っ張ってきたから。俺は女を泣かせて金を引っ張るんじゃなくて、女を笑顔にして金を引っ張ってきたから。めっちゃ気持ちよくなってるわ俺今、うん、ツイートしていい、ツイートしていいこれ、うん、めっちゃかっこよくない俺、うん、色恋しない、恋愛に金絡めたこと一回もない俺、一回もない、女から金は引っ張らん、うんうん、ただ、うん、陶酔しちゃったねちょっとね、あんまりにもかっこよくて、うんうん、ああなるほどね、ありがとうありがとう。じゃあ今度ゆえちゃん書いて今度、うん、和道は私を泣かせて金引っ張ったことなんかないよ、私を笑顔にして それでお金稼いでるんだからって書いてね、うん、いやちゃんわかる、そういうのは周りがブランディングしていった方がいいからコメント欄で書いて、うん、そう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 。ただねほんとね、唯一これ無自覚なんだけど本当にハート泥棒だと思ってる俺は、これが一番罪深いね、あまりにも素敵すぎて自然と恋に落としてしまうから。俺が狙った女じゃないの、もう俺が歩いてる、俺が喋ってる、俺のそばにいるだけで勝手に惚れちゃうからね、わかる？俺にその気はない。お前らは、お前ら仮想配信者は必死に口説いて必死に枕営業して必死に色恋営業して口説けるか口説けないかでしょ、違うからもう俺ただ晒してるんだよ、ただ生きてるだけですれ違う女たちが恋をしていくんだよ、わかりる？わかりる？禁断の恋、禁断、うん、そう。だからドレさんは嫉妬してんの、ドレさんは必死になって口説いてね、でも俺はパッてお酒飲んでるだけでもうね、女の子が寄ってくる、たたずまいだね、振る舞いだね、振る舞い、わかる？そうそう、だから罪は一番深いよね、罪深い男だよね本当に、罪だわ。そう、何人の女性リスナーをね、その女性リスナーのハートを盗んできたか本当に、うん、ごめんねしか言えないよ本当に、ごめんね、うん、本当にごめんね罪だわ罪だわ本当に、ごめんなさいだよ、禁断の恋だよ、禁断の恋、うん、いやいや本当だから、じゃあアンケート取ろうか、アンケート、いやこれマジだかんね、いやじゃあもう現実見せようか、これ男の人絶対参加しないで、アンケートね、クイックアンケート、クイックアンケートするよ、これ現実だからね、いくよ、はい、クイックアンケートいきます。ワドにしたことある女性だけ答えてください。ワドにしたことがありますか、ワドにしたことありますか、はい、ワドに、
え、ワドニー知らないのみんな。ワドニーって言葉知らない？ワドーでオナニーだから、はい、女性リスナー、ワドーを置かずにオナニーしたことがある、通称ワドニーしたことがありますか？はい、いいえで答えてください。これ禁断だよ、うん、男は参加したらダメ。いや、男でガチホモの人はいいよ、ガチホモの人はいいよ、ガチホモでワドを置かずに女にしたっていう人はいいけど、現実見せる。30人いったから行くよ、行くよ、回答するよ。ワドに、はい、ほらもうね、18人ですよ、 18%、 つまり40人答えた中で6人ぐらいか、6人俺でオナニーしてるんだよ、わかる？このコメント欄に俺を置かずにオナニーしてる女性が6人いると思ってみてください。皆さんこの放送わかりました？わかる？この中に6人いるんだから。そうだよ、禁断でしょ。そう、泣きながらアンケートボタンを押してるんだよごめんなさいごめんなさいって言いながらアンケートボタン。ワドニー一発につき花火一発だからな、覚えとけよ。だから俺の花火が上がってないってことは最近ワドニーが足りないんだよ、わかる？今度から覚えとけよ。なんでうちの花火匿名が多いかっていうと、ごめんなさいって意味だから。昨晩は本当にごめんなさいって意味だから。おお、板バ、これもう超助かってる、これ超ヘビーで使ってる、マジでいい、これありがとうね。板ババからもらったんだよこれ、めちゃめちゃいいよ。いや、和道でオナニーはさすがに1000円払ってよ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、これ本当に助かってる、ありがとう。板ババアは俺でオナニーしていいかんね。板ババアはいいよいや、だからミースケなんかね、もう毎日花火あげるわけだから、もうお盛んだなって毎日朝必ずミースケは花火一発投げるっていうことはもう毎日だよ。あ、これ2万しないの？すごくいいよこれ。そう、うん、いや、板ババアめちゃめちゃいい人だ。板ババア無料で俺でオナニーしていいかんね。バック代30回、まあいいや、年間パスポートでいいよ全然、うん、していいよするんかいあ、抑えてたんだ、和道でオナニーできしなかったんだ、全然いいよ全然いいよ。あ、このリュックヘビーで使ってる、めちゃくちゃいいリュックこれ。ただ報告はちょうだい。あー、板ババア、ワドニーありがとうありがとう板ババア、昨日俺でオナニーしてくれたんだね、ワドニーありがとうございますね。みんなワドニー流行らせよ、ワドニー運動、うん、したんだあ、もうしたんだ、うん、あんまりニーニーそういうのやめてあの、そういうのはね、あの、そういうのこそ狐枠で書いてほしいの、ね、ちょっとリアルだなえ、ニンニ俺でオナニーしてたの、ちょっとやめて、雑談たぬきに書かれるよそれしてたんか6人のニンニ、それちょっとコメントさばきにくくなるから、いや、人にバレた。え、天城風奥、ちょっと待って、俺ニンニからこの2ヶ月間で4000円分アメギフ届いてんのよ。4回もしたの。2週間に1回ワドニーしてるじゃないですか。リアル報告はちょっとね、ネタにしづらいよね。マジか。ちょっと困るな。あ、ワドニーどうだった？ニンニー、ワドニーは。どうだった？どうだったか教えて。もうここまで来たら。もうね、やっぱりね、やけどするのはね、やけどするのはガッとね。あ、iPad Pro か。ねえ、絶対ね、うん、一番どうなの？いや、違う、ワドニーの精度は昔からここで花火飛ぶっていう、花火の飛んだ数っていうのはワドーリスナーがオナニーした数だからっていうのは、これもう昔だよマジかよ、超気持ち悪いじゃん、配信見ながらオナニーしてんの？最低だなマジで？嘘。え、それ寝る前とか配信外じゃなくてオンラインでおかずにされてんの？どこのトークで俺おかずにされたんだろう、すげえ怖いな。え、じゃあ何、今リアルタイムで俺のことをおかずにしてる女がいるかもしんないの？すげえ気持ち悪いじゃんすげえ気持ち悪いじゃん、何それ本当に。え、ちょっと今オナニーしてる人いる？やめて本当に
配信終わったらにしよう。もうコメント欄スマートフォンビチャビチャとかやめてよ本当に。きついから。あ、コメント止まってる、怖い。だからうちのコメント止まるんだ。わかったわ理由が。コメント止まってる時ってみんなオナニーしてたんだ。怖っ。してるでしょ今コメント止まったってことは。ちょっとやめて本当に。コメント優先ね。うん。すげえ気持ち悪いじゃん本当に。だから威嚇臭いんだこの部屋。だからか、なんかね威嚇臭いなと思ってたんだよね前から。布団とかたまに威嚇せえなと思ってた。それだろう多分。やめて本当に。ババア汁だ。ババア汁がたくさん溢れてるんだ。大変だよこれ。マジかよ。きついなこの放送な、うん、すごいすごいねすごいね。ニンニありがとう、勉強になったよ。どの部分なんだろうね、どの部分がおかずになるのか。もうちょっとね、ドキュメンタリータッチで番組化したいよね。最初は遊びのつもりだったんですけど、あの真っ暗の部屋にパイプ椅子にピンスポットライト当てて、の最初は遊びのつもりだったんですけど、本当に冗談のつもりだったんですけど、やっちゃいました。ねえ、あれいいよね、うん、そのアップとかやばいんじゃない。もうやばいよね本当に。怖いよ怖い、うん、怖い本当に。え、じゃあドレさんでオナニーしたことある人いる？クイックアンケート。クイックアンケート、ドレさんでオナニーしたことある人。はいはいはい、女性陣頼みます。クイックアンケートです。ドレさんでオナニーしたことある人、これ男性いらないですからね。いやいやいや、女性陣さっき40人答えてくれたから、ドレさんバージョン聞いてみよう。ドレさんバージョン、ドレさんでドレニーだね。ドレニー、ドレニーをしたことあるか。いやだ、ね、分かんないじゃん。ドレニーが 18% だったから、うん、俺はおかずにするんだ。まあいいけど別に、うん、何パーセントいくかな割合。さっきどれに、どれに、そろそろ開封します。 18% 超えるかな。さあ、どれさんでオナニーした女性の数のパーセンテージは、どれに、どれに、すげえじゃん。どれに、半端じゃないじゃん。嘘でしょ？すげえ。アンケートに答えた半分がどれにを体験してる。どれさんすごいね。どれに半端じゃないんだ。へえ。やっぱ肉体がね、半端じゃないんだね。あ、これはでもどれさん喜ぶんじゃないの？ドレさんいいじゃん。おかずとしての需要が半端じゃないんだ。どれに、すげえな。いや、わかんないけど、ドレさんはおかずとしての需要があるんだよ。だって24人の 50% だから 12% はどれに、だって俺の倍の人数オナニーしてるんだよ。そうだねそうだね、オナニーしすぎだよね本当にね。怖いわ怖いわ本当に。だからたまに気持ち悪いコメント来るもんね。和道さんの声好きとか、なんか怖いもんね。あれオナニーしてるんだね多分ね。和道さんの声すごい好きとか、たまにババア書いてるもんね。横顔がとか書いてるもんね。怖いわ怖いわ。半端ないね。あーていうかあれだな、スケジュール歌うま選手権まで何もないな。いやババア本当いい加減にしろよ本当に。本当にババアいい加減にしなさいよ。いやどうしようもないでしょババアとも本当に。ババア、うん、ねえ怖いよね。いやあれ疑うわ。そうだね、だからドレさん、
ドレンさんのところコメントない理由が分かったね。みんなドレにしてるんだよ。すごい、500人のうち半分、250人が同時にドレさんでオナニーしてるから、すごいお盛んだよ。お盛ん半端じゃねえわ。怖っ怖っ。うん、またくれないやんの。またまたくれない聞きたいの。くれない出ないでしょ多分。キーがくれない出ないと思うよ。もう昔はねギリッギリ出たけどね、あの喉がダメになってるね。喉が開いてない全然。うん、意外と声出てたでしょ。ちょうどギリギリ半音出なかったけどね。ありがとうみゆきさん、ありがとうね。いやーね、いやーやーやー、うん、ありがとうありがとう、トランプありがとう。うん、でも俺はなんかババアに愛されていきたいな本当に。若い女の子がいろんな男と付き合った果てに和道を愛してほしいね。やっぱりチャーミング、やっぱり素敵な和道ちゃん、わかる？これ一周も二周も三周も回って、もうダメな男とかイケメンとか高収入とかいろんな男を経験して子供も産んで和道だよ。うん、わかる。だからババアからの評価は大事にしないとダメなんだ。うん、そう、何周も回ってたどり着いたわけだから。うん、そう、フォーエバーラブあの歌うま選手権でフォーエバーラブ、ちょっときついよな。フォーエバーラブ長いからね、7分ぐらいあるからね。7分聞かされるリスナーの身にもなってみろよっていうね。フォーエバーラブ出るかもしれないけど、今回何歌おうかな、うん、ねえ歌うまね、楽しみだよね。歌うま選手権、飯と酒がうまいんだよね。結構いい店でやるから、テルチャンピンが金持ってるから、普通に飯がうまいのが楽しみなんだよ。忘年会だと思ってるからね俺、歌うま選手権。ただ飯が食えると思ってる、ただ飯が。ねえねえねえ、あのさ昔さ、なんかさ映画で夕方メールって流行ったじゃん。で夕方メールの日本版のドラマあったよね。マイリトルラバーが歌ってなかったっけ、近づくほどに遠くってドラマなかった、誰か知んない、あのメールから出会う恋みたいな、あれ当たり前になっちゃったよね今。そう、ネットで出会うのが普通になっちゃったな。あの頃って珍しかったんだよ、パソコンとパソコンで出会うっていうドラマがあったの。今じゃもう普通すぎてドラマにもならないと思うけど、誰か知ってる？その日本語のなんていうドラマだったっけな、あれ。あなたをもっと感じればって、誰か見てなかったドラマ。なんかベタベタすんな、ジーパンが。ジーパンファーストウォッシュしようかな、どうしよう、そろそろファーストウォッシュ行こうかな。なんだこれベタベタすげえな、なんだこれすげえベタベタする。ジーパンね9ヶ月洗ってないんだよ。もうねちょっと干すだけじゃ臭いっつが、ちょっと生地がね、石鹸、無添加の石鹸買わないとな。ジーパン今日洗おうかな、ファーストウォッシュ行こうかな。ファーストウォッシュでもねやっぱ思った、ジーパンはあの洗わない方が綺麗、色がいい。ジーパンは洗うもんじゃないよ。いや一応石鹸で
ジーパン、石鹸、石鹸、ジーパン、石鹸、何がいいんだろう。サムライジーンズ、ファーストウォッシュ、つけ置き水、熱湯はダメ、塩を入れるんだって。つけ置き、ほうほうほう、洗剤、蛍光剤や漂白剤が入ってないものがベスト、洗濯石鹸っていうのがあるんだ。ちょっとやってみるか。はいはい、はい、おかえり、おかえり、おかえり。もう俺もこの枠で終わりにするけどね。まあでもなんか解放閲覧調子いいよな最近な。解放閲覧伸びてきてるよな。あいつもう少しであれだよね、もっと上行きそうなんだけど、なんか惜しいよね。あ、ありがとう、ありがとう。なんかもうちょい配信こなれてきたらもう少し行きそうな気がするんだよな。いや、解放がね、閲覧100以上集めてくれるようになるとね、ありがたいんだよね。なんでかっていうと、解放が抱えてるリスナーって俺が抱えてるリスナーと被ってないんだよ。そこが結構すごい。いや俺ね、解放の配信見てないから分かんないんだよね、どういう配信やってんのか。はっきり言って全然面白くないんだよ、解放の枠。全然なんか知的好奇心が満たされないから、正直なんかずっとループの話を聞かされてる、なんか5分で終わる話をずっと聞かされてる話がして、喋りがね下手な人をね苦手なんだよね、本当に無理。あの放送は俺見れない、イラ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 しちゃう。ダメ。あ、なんだろう、ベタベタ半端ねえな。あ、今日洗おう、決めた。もう今日ジーパンウォッシュするわ。ファーストウォッシュ今日だ、決めた。ダメだこれ、ジーパンがベタベタするとこもう最悪でしょ。洗う今日。なんかノリがついてるみたいな、気持ち悪い。じゃあそろそろ放送終わります。皆さん楽しかったです。また見てください。じゃあな、ババアども、お疲れー。